守備の達人の基本が一番できてる高木とかです。航空技師です。お願いします。今俺も YouTube 見ていろいろ研究してるからね。おお、本当ですか。マジですか。今一番好きな YouTuber って思います。誰ですか。今ラファエルなんか俺もなんかこう最初にぶっ込んどりゃ方がいい。ああ、いいですね。まあ再生回数全然違うけど僕から飛ばしていきましょう。じゃあ今回ちょっとまたコメントの、はい、豊さんに質問を呼ばせていただきますね。ドラフトで指名された時の感想とか、いろいろなポジションを経験して、一番合っていた、合わなかった、場所を聞きたいと。まあ、最初まずドラフトでその豊さんが指名された時のこのどういうふうに思ったのかっていうのをまず聞きたいなと思ってます、ね。まあ、かかるのは当然かかると思ってたんだよ。で関西のチームは全部断ってた、はい、で関東圏に彼女がいた。えっ、関東圏にやりたい野球をね、やりたい。まあでもね、なんていうの、関西っていうのは怖いイメージがあったの。構想とかさ、変なことやりすぎじゃない。だからちょっと関西怖いなっていうのがあって、はい、まあ、関東希望したんだ。で関東だったらセリーヌでやりたいと。でなんでかっていうとさ、今では想像もつかないぐらい人気の差があったの。だからセリーヌでやりたいって、人気があるところでやっぱ巨人と戦いたい、むしろ巨人に入りたいみたいな、まあ、そういうのもあって、はい、あの関東とかね。で希望はセリーヌで、宮井さんっていうさ、中央大学の野球の監督だったり、今総監督なんだけど、はい、その人ものすごい力があってさ、ドラフトでも、いやお前とこ行かせねえよとか、やっぱ強かったわけ。だからある程度絞れた。でワンチャン中日があるかなっていうのがあって中日が田村さんっていう中央大学出身のスカウト部長がいたわけ。だからこう可能性ワンチャンあるかなとか思ってたの。いや、それでドラフト1位から当然始まるじゃない、はい、でテレビでその時はね、2位ぐらいまでやってた。まあそれで2位までやってさ、俺3位なんだけど、来年までさよならってテレビ終わっちゃったんだよ。なんだよと思って、もう死にそうになって。そんなに食らったんですか。そりゃそうだよ。その時はドラフト4位までしかなかった。だからドラフト1位、2位が上位で、3、4位が下位になっちゃうってことですね。なるほどね。なんだよと思って、その時ね、重複だった。重複も可能だったわけ、はい、その時もね。でマークしてたのはヤクルト、竹上さんっていうのが中央大学の先輩で監督やられてで、巨人にやっぱスカウト部長がいたわけ、はい、だからこの2球団だなと思ってた。そしたらマネージャーが飛んできて、はい、だから太陽サインや言って、太陽全く意表をつかれたよ。その時に聞いたのは重複かって聞いたの。いや、完璧ですよ。余計かって言うし、そういうので、はい、ドラフトかかって、だからまあ、生い立ちからこう話した時に、はい、意地で野球やってきたっていうようなことを話したと思うんだけど、はい、まあ、そういうところもドラフト1、2にも負けたくないと思います。そういう芽生えはあったよね。いろんなポジションを豊さん守られたと思うんですけど、自分一番合ってたとこと、まあ合ってなかったさ、一番合ってたとこセカンドだ。まあそれはやっぱそうですよね。豊、まあね、さんといえばですね、外野投手は外野は楽だったよ。取って投げりゃいいね。距離感が遠ければ遠いほど緊張感も違うんだよ。それを感じた。で内野に戻るとさ、やっぱものすごい緊張感だよ。打球も速いし一瞬じゃない。でセカンドやっててショートに2年間コンバットされた時に、ね、めちゃくちゃしんどかったな。もう本当にジャックしたら終わりだからな。三遊間で見せ場みたいな、はい、しんどいよ体で。やっぱりねサードが嫌だった。あ、そうなんですか。いや俺年取ってからもう晩年サードに行ったからさ、はい、ずっとセカンドに投げてて距離近いじゃん、投げる距離、はい、めちゃくちゃ遠かった。まあ、サードはもう真逆ですからね。いや、それで力がいい、体にパワーが、やっぱ止めるパワー、そこからの動き出しのパワー、だから簡単そうだけど、ほらしんどいよ。でまあ、じゃあ一番合わなかったって思うポジションはやっぱサードになるってことですかね。外野、まあ、サードっていうか、合わないっていう嫌いだった。あのやっぱりその花形というか、ちょっとそういう感じもありましたけど。まあ、花はねえよ。いやいや、ありますよ。そんなことないですよ。